田楽に来てます。まあすごい高級旅館でオリックスのグループなんですけど、ちょっとご紹介していきたいと思います。グループなんで、すごいオリックスグループどんどんなんか最近新しい綺麗なところオープンしてますね。 SNS 映えする感じの、また別のエレベーター乗って、部屋まで行きます。こっちの3、4、5、6が客室ですね。で僕は5階なんで、押します。押し忘れちゃうよね、なんかね。5階です。忘れちゃう。一番奥の角部屋なんですよ。角部屋、ちょっと遠いんですけど、角部屋の方がなんか落ち着いて生活できるんで好きですね、僕は。これ室内です。意外に全身鏡あります。床はね、高級感があるフローリング
なってますね。洋室と両方選べるんですけど、洋室は室あって、今回は洋室選びましたね。西館、ラウンジをこう挟んで西館と東館に分かれてるんですけど、こっちは西館で、西館の洋室になります。部屋の中はこんな感じです。めちゃくちゃ広々してますよね。だしやっぱり本当できたばっかりだから綺麗だし、ラグジュアリー感があります。高級旅館にふさわしい内装って感じですね。全室70室ぐらい、70室あって、でその全部屋に客室露天風呂がついてるっていう、すごい旅館ですね。なので部屋にもちょっとついてます、この部屋にも。ただね、もう暗くなっちゃったんで、ちょっとこっから眺望が見れないのはすごい残念ですけど、後でこの明るい時のも映すのでぜひ見てください。こんな感じで、もうちょっと見えないですけど、前には山があってすごく景色いいですね。という感じでちょっと細かく見ていきましょうかね。入って左側がシャワールームになります。レインシャワーもついてるし、清潔感に溢れてます。は TDS ですね。でここにタオルヒーターがあるんですよね。結構珍しいですよね、タオルヒーターがあるホテルって。さすが最新というか、これでこうバスタオルとか温められたりするんで、すごい助かりますよね。結構ありがたいです。意外と洗面台でこういうスチーマーとかもあります。もうこれ電気自動でつくんだ、この重油加害みたいなのね。ハイテクだね。これスチーマーです。女性の方は嬉しいと思います。スチーマーもやっぱり高級旅館にはあるって感じで珍しいと思います。この辺全部 TDS のアメニティですね。ピカピカ。でここにアメニティ類が入ってます。ボディタオルとか歯ブラシとか、椅子もあります。タオルは結構ね、いっぱい用意されててありがたいですよね。タオルなんかね、タオルがいっぱいあるとそれだけなんか安心できるんですよね。僕とかいちいちこうちょっと持ってきてもらうの申し訳ないんで、新しいの。ドライヤーはこちら、またパナソニックなのいいです。鉄板です。ただまあね、白のところが多いんですけど、ちょっとゴールドっていうんですかね、ピンクゴールドみたいな感じの色ですね、ここは。で、ここがお手洗いですね。電気は自動ではないです。
ちらもできたばっかりなので最新のトイレです。リクシルさん、こちらには大浴場などに持っていく用のカゴとタオルが入ってます。タオルいっぱいあってね、助かりますよね。和と洋がミックスされた感じが本当スタイリッシュですね。こっちはクローゼットです。ここに浴衣とか入ってます。環境に配慮して染色などの加工してないらしいですね。すごい、さすが最先端 SDGs ですね。これがルームウェアですね。おお、2種類あんのかな。浴衣が1個あってルームウェアが2種類ある。これもなんかこれ金庫です。オフでいいですね。でさらにここにこう、これなんて言うんですかね、ガウンみたいな、袖がないガウンみたいなのがあって、なんかすごいおしゃれだな。これどのタイミングで着れるのか分かんないけど、とあとバスローブがありますね。こんな感じです。でここは鏡になってます。化粧台で、このね、これ何だと思います？おしゃれに光ってるんですけど、これあれなんですよね、スピーカーなんですよ。めっちゃおしゃれじゃないですか。初めて見たタイプのやつなんですけど、ソニーかな多分。すごいおしゃれです。音はめちゃくちゃいいってわけじゃないですけど、なんかこの部屋にマッチしてますね、すごく。ここは収納になってますね。何にも入ってないです、この辺は。ここにグラスとかが収納されてます。綺麗。コーヒーとか紅茶とかケトルとかあります。冷蔵庫ですね。飲むみかんがありますね。これはどうなんだろう、無料なのかな。めっちゃ美味しそうだけど、あと水と、水か、水が4本ありますね。美味しそうじゃないですか。100% ストレート、初めて見たタイプ。これね、電子コンロです。あのお香炊くやつですね。これがお香です。可愛らしいですよね。誤って口にされないようお気をつけくださいって書いてある。子供が見たら食べちゃいそうなお菓子みたいな感じですけど、これはタッチパネルで、これで注文とかは何でもできるみたいです。こんな感じで、でその貸し切り露天風呂のこう予約だったりとか、あの大浴場の混雑状況とか、あの注文とかそういうのも見れるみたいです。カラクのオリジナルウェッティッシュ、すごい。でこちらテレビ、十分なデカさですね、これは。ネットフリとかも見れるみたいです。
ソファーもすごいな、これなんか高級感がありますね。生地もなんかいいです、滑らかで肌触りが。時計とかもね、洒落てますね。で、これがこう間仕切りになるようになってるんですよね。カーテンもあるんですけど別でこれがあるっていう、すごい洒落てる。本当和と洋って感じで、こっちはカーテンです。ここにもこうシャワーがありますね。なんて開放的なシャワーなんだろうっていう感じですけど、こんな開放的なシャワーはちょっと入ったことないんですけど、これね、室内露天風呂、客室露天風呂なんですけど、ほんと十分な広さがあります。2人入っても全然余裕なぐらい広いんで、でここでゆったりできて、こういう虫対策もされてますし、電気もつくので夜でも綺麗です。外から見るとこんな感じですね、部屋は。こちらベッドですね。トイレ、綺麗すぎる。これ何え、これ椅子なの？バルカラックスラウンジチェアっていう椅子らしいです。どうやって座るの？うん、これが正しい座り方なのかな、多分。まあでも気持ちいいね、なんか包まれて卵になった気分。卵、一周するとこんな感じです。天井もね、高いですし、かなり広々してます。で、この両側にね、シャワーがあるのがすごい贅沢ですよ。だいたい2人で入るはずなのに。めちゃくちゃでも滑るんで気をつけた方がいいですね。外はこんな感じで竹が生い茂ってますね。ポール・スチュワートのトニックとかアフターシェーブローションとか置いてあります。このね、下に冷蔵庫があるんですよね、貸し切り露天は。で、これを開けると水とか、あとこのフルーツスムージーみたいなのとか、これ全部飲んでいいらしいです、無料で。ジンジャーエール、すごい最高ですよね。美味しそう、これ。
右がクエだね。これわさびと大葉大根おろし。丸いのがこれね、大根、赤と白の。でこれが何て言ったかな、梅とアルコール。でこれがね、土佐醤油と、これは醤油を割ったもの。これが金目鯛とタラの白子と下仁田ネギ。これソースですね。和牛のサーロインです。これが梅と胡椒とかを混ぜたもの。おはようございます。これ朝7時です。めっちゃ綺麗ですね、朝日が。今ね、マイナス1度なんでめちゃくちゃ寒いですけど、ここに温泉が、ね、あると意外とあったかいです。すごい景色がいいですね。山の谷間に日が昇る感じで、気持ちいいね、朝のテラス。最高の気分がいいね。うわ、すげえ、綺麗。これしか見えてない。自然が生い茂ってるね。インターホンとかある。いや、気持ちがいいね。ここが水のテラスか。めちゃくちゃ気持ちいい。寒いけど、ちょっと天気いいからね、最高だわ。
通し過ぎてるし。冬だけど全然あったかいですね。日差しがすごく入るので、で下側のラウンジからこう抜けられるゲストラウンジのところで、上はこれ誰でも入れそう。一番辛く泊まってみて、すごく良かったですね。温泉、大浴場の方も行ったんですけど、大浴場かなり広くて、露天風呂の方がすごいですね。景色がもう本当に開けてて、全てを見渡せるっていう感じの大浴場だったので、まあ、客室露天は全室にはついてるんですけど、もう行ってみるのは結構おすすめだと思いますね。大浴場は。で、食事も美味しかったですし、まあ量は普通で、まあ普通、まあ僕はちょっと多いなって感じだったけど、まあ結構普通っていう感じでしたね。でも美味しかったし、良かったです。夜も朝も。で、多分部屋が南向きなんで、すごい日が朝とか昼とか入ってくるのもいいですし、で、朝ごはんの時にこう使ったお箸を、結構いいお箸っぽいんですけど、それをなんか持って帰っても大丈夫っていうことで、なんかすごいちゃんとした箱にこう入れて持って帰らせてくれるっていうのと、その朝食で出た梅干しがあるんですけど、それが結構多分僕が好きなね、塩分 20% ぐらいの梅干しなんですけど、それも帰りにお土産みたいな感じでこういただけたので、すごく良かったですね。あとね、店員さんのね、ホスピタリティもね、すごく高かったですね。めっちゃ気持ちよくこう挨拶とか必ずしてくれますし、こうすれ違う際とかも泊まって挨拶してくれて、なんか前を通るだけで、前失礼いたします、すみませんみたいな感じで、すごい丁寧な感じで良かったですね。うん、なんか客層はすごい、なんていうんですかね、男の人の年齢は、まあ、大体男女でこう来られてる方が多かったですけど、男の人の年齢はやっぱり高いですね、皆さん。まあ、高級な宿っていうだけあって、多分僕が一番男の客の中じゃ若かったんじゃないかなっていうぐらい感じでしたね。その次に若いのはもうね、5歳の男の子みたいな感じだったんで、それぐらい結構やっぱり落ち着いた雰囲気の客層でしたね。でファミリーもまあ2組3組ぐらいで、意外とこう男女で来てる方々の方が多かったかなっていう感じです。ということで、箱根で落ち着いた旅行を楽しみたい方はすごくおすすめなんで、ぜひ行ってみてください。では。